夏休みも残り3週間です。さあこの週踏ん張っていきましょう。改めましてどうも、愛知です。さあ今日は8月12の週なので、お盆の週になっていくんですが、夏休みも残り3週間となりました。で、夏休みそこそこ長いので、ここまでねうまくいってる方も油断をするとですね、こっからペースダウンしちゃって失速する方も出てきてしまいます。で、ここまでねうまくいってなかった方もうまく切り替えていけば、終わり良ければ全てを知らないんですけど、印象よく夏休みを終えることができますので、今回は夏休み後半のポイントを3つ伝えていきます。ぜひ最後までご覧ください。1つ目のポイントは冷静になることです。はてと思う方もいるかもしれないんですが、特にですね、夏休み前半あんまうまくいかなかったなとか、反省点が結構出てきてしまっている方はこの落とし穴はまりやすい。何かっていうと、一生懸命やらなきゃと、取り戻さなきゃって気持ちが大きくなりすぎちゃって、目標が頑張ることになりやすいんです。夏休みに入る直前のね、この動画でも話したんですが、何かを頑張るときっていうのは、明確な目標、こうなりたいんだっていう姿をはっきりさせなきゃダメです。そうしないと、何かを頑張っても目標が達成できたかどうかがわからないの。だってさ、めちゃくちゃ頑張ってる、周りからさ、俺とかが見てもめっちゃ頑張ってるよって思う子でも、目標がはっきりしてないからさ、もっと頑張んなきゃいけないっていう、つまり達成感が味わえないのね。めちゃめちゃさ、ストイックな性格で、そんなね、もう達成感とかいらないです。達成感とかなしに頑張り続けられるんで、そのタイプだったらいい。でも俺はなかなか出会ったことないぜ、そのタイプ。だからここまで頑張ると決めて、そこまで頑張ることができたらさ、目標達成して自分を褒めることもできてるし、達成感も味わえるから、次のモチベーションにもなるんだよ。でも今さ、前半ねやらかしてしまって、もうダメ、本当にやんなきゃまずいみたいになってると、とにかく頑張るみたいなことを言い出して、待て、落ち着け、一回落ち着いてちゃんと目標を立てよう。そのちゃんと目標を立てる時も、めちゃめちゃね、前半取り戻すために、その40にしてやることをさ、20日間でやるぞみたいな、めちゃめちゃ盛りだくさんにしちゃうんだよ。やめとけ、落ち着け、一旦いい？今ちゃんとあと残り20日ぐらい、この中でどういうペースでやったら、例えば今のね自分の能力と照らし合わせて、このペースでやればこのぐらいは達成できる、じゃあこの目標にしよう、そのために今日は何をするべきだなって、ちゃんと冷静になって目標を立てて、それが達成できるようにペース配分を決めていくの。それができてまず準備 OK だから、だからまず冷静になってそこを決めてってください。そして2つ目は午前中を大事にするです。あれ聞いたことあるぞと思ったそこのあなた、ありがとうございます。見てくれてるね、そしてちゃんと覚えてくれてる。これもですね、さっき紹介した夏休み直前に投稿したポイントのとこで同じ話をしました。午前中大事にする子が伸びていくよっていう話です。で、ここまでももちろん大事だったんですが、こっからはより大事です。で、正しく言うと、午前中というか、みんなが自由に使える時間のできるだけ早い時間を大事にすると覚えててください。例えば部活がある方は物理的に午前中使いにくいですよね。でも早起きが得意な方だったら、部活行く前に自由な時間が取れるかもしれないし、部活が午前練で終わるんだったら1時ぐらいから自由な時間が取れるかもしれない。つまり夜頑張ればいいやじゃなくて、自由にできる1時から2時、まずここが勝負なんだって、1日の中で早い時間をすごく大事にしようっていう意識を持ってください。これまでの動画でもしつこく話しちゃったけど、今週お盆の週で予定が崩れやすいんだよね。みんなが望んでないような崩れ方をしやすい。だから後回しにすると、後で頑張ろうと思ってたのにできねえじゃんが本当に起こっちゃう。そっからリズムが崩れて、来週再来週もなんかうまくいってない気がするって嫌な印象が残っちゃうのね。前半どんなに頑張ってても、この2、3週間嫌な印象で終わっちゃうと、夏休み全体が微妙だった感じがすんだよ。そんなことねえんだぜ本当は。でも自分がそう思っちゃってると、やっぱり9月以降のまずスタートダッシュが切れなくなる。
だからこれがまずやめてほしい。だからまず今週、まあ、今週も来週もそうなんだけど、自分の自由にできる早い時間にタスク、自分のやるべきことをやるんだっていう意識を持つ。でやることやってさ、で残った時間でまだちょっとやろっかなって思うんだったらやってもいいよね。超かっこいいっす。でもそのやることやってんだから、後ろの時間がさダラダラしちゃって構わないじゃん。だってやることやってんだから。そういう時間の使い方をする。後回し癖、後回しにしよっかな、後にしよっかなっていうね、出てくるよね、心の中に。それをグッとこらえて、そいつらをグッて抑えて、ぜひ早い時間を大事にしてください。そして3つ目は限界突破デイを作るです。基本的に目標は低く設定して、それをまず超えていくっていうことをすごく大事っていう話をします。それは変わらない。だからみんなも今ね、目標設定するときにこれぐらいやろうって思った 30% ぐらいカットした、 70% ぐらいで設定して、それをやってみて余裕だったらプラスアルファやろうみたいなスタンスでやってほしいんですけど、まあ残り20日の中で1日でいいです。最低1日、できれば2日3日作ってほしいんですけど、1日でいいから、もうこの日はやべえって全てを勉強に注ぎ込むぞぐらいな気持ちでやる限界突破の日を作ってください。できれば早めがいいです。8月の最終日とかじゃなくて、この動画見え、ね、出会っちゃったら、まあ、今週さ出かける人が無理なんだけど、家に入れる日、1日家に入れるって日があったら、ちょっと早めに作ってほしい。でその日はもう目標も盛りだくさん、もうこんな無理かもしんねえって、1日8時間やったことねえよ、やべえかもって、それでもやってみる。自分はこんなにできないって思ってることってあるじゃん。それを限界を超えていく。でそのさ、限界突破、例えば今まで3時間しかやってない方が8時間なんてマジできついよ、本当にきつい。でも1日だったらできるから、できる。で何が言いたいかっていうと、それを毎日やれなんて思ってない、倒れちゃうからやめてね、それはやめて。でもさ、自分の中で8時間できた日があるっていう経験は宝だぞ。でそれができるのはこの夏しかない。自分の限界なんて決めるな、もっと先がある、みんなはもっと大きくなれるぞ。でその可能性を感じてほしい。だから早いタイミングでこの日、限界突破の日を作る。それもさ、闇雲に頑張るじゃなくて、ちゃんと目標決めんだぜ。いやこんな無理かもしれん、英単語200個1日やべえかもって、それでもチャレンジすんだよ、それでっていう日を決めて、でその目標を決める超えるためにはどういう風に1日をタイムスケジュールを決めたらいいのかなって、そこまで追い込んでぜひやってみてください。その経験がきっと9月以降のみんなの背中を押してくれるので、チャレンジしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。ご存知の方もいるかもしれないんですが、私仕事でパキスタンに行ってたんです。でそこで感じたことってもちろんめっちゃあるんよ、めっちゃあるんだけど、その中で一つ今日この動画で伝えたいことがあって、それ最後話して終わりたいと思います。でそれが何かっていうと、みんな変わるぜ、変わる可能性が 0% の人なんていないよっていうのを強く感じました。パキスタンはさ、学校に行けない子とか、それがその地域の問題、近くに学校がないっていう子もいるし、あとはもう家庭の環境で子供のね、学生の子が仕事に出ないと家が回らないのよ、お金がね。だからもう学校に行ってる場合じゃないなんて子もいるし、でもいろんな子供とね接していく中で、その朝学校に来てさ、朝の10時まで勉強して、そのまま10時から仕事に行くみたいな子も結構いたんだけど、すごいね、まあ俺は1週間でさ、そのギュッて詰まった関係でしかなかったけど、でもすごい変わる、変わるんだよ、めちゃくちゃ。だからみんなもこう日々ね、この動画見てる子なんてさ、頑張ってる子しかいないと思うんだよ。いや頑張れてねえと思ったこと、そうなあなた頑張れてるぞ、頑張れてんだって。そのね、頑張れてる自分がどっかにあるから、この動画もちゃんと見てくれてんだって。そう、努力してない子なんかこういう動画なんて見ようとも思ってないから、きっと。そうだから頑張れてんので、やっぱ頑張れてる人っていうのは変わるよ、うん、人って本当変わるんだなって思った。もともと塾講師やっててさ、まあ今でも思ってるけど、やっぱり大人になればなるほど人って変わりにくくなるの、うん、変わりにくくなる。でもみんな学生の方が多いでしょ、すごい変わるぜ、きっとそれはいい意味でも悪い意味でもだけど、うん、でも変わる。だから変わる可能性がみんなにはあって、それってすげえ、まあちょっとかっこいい言い方しちゃうとさ、無限大の可能性なんだよね、みんな。そう、それをすごい感じて、だからこそパキスタンから帰ってきて改めてね、まあ俺は動画投稿っていう形だよ、こう画面を通してでしかみんなにメッセージを届けることは届く、ね、できないけど、でも
そのなんかみんなが変わるきっかけというか、この動画で伝えたこうメッセージとか思いみたいなのがちょっとずつさ、みんなの背中をちょっとだよちょっとこう押していって、でみんなが大きく変わっていく、まあ、小さな手助けができたらなって思ってるし、きっとできるって、うん、なんかやっぱ信じてるから、だから改めてさ、いつも以上に、まあ、今までもめちゃめちゃ熱苦しく言葉に思いのっけて喋ってきたけど、より一層でなんかすごくその気持ちが強くなったの。だからもしかしたらね、今週の動画見てさ、いや、なんか暑苦しいな、さらに、みたいな風に思った方もいるかもしんないけど、ごめん、多分ね、どんどん暑苦しくなる。俺。それは苦手な方もいるかもしれないんだけど、でもまあ、それが俺のスタンスだし、それが俺のみんなに届けたい思いでもあるので、だから、これからも、ぜひね、こうみんなとこう、みんなをちょっと支えさせてほしい。で、俺はみんなのコメント欄とか、みんなのこう、思いとかで、俺は勝手に支えられてるから、だから支え合いじゃないけどさ、お互いに支え合えたら嬉しいので、ぜひこれからもよろしくお願いします。っていう話がしたくて、この枠ね、今回お借りしました。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では夏休み後半となってきましたが、お互い頑張りましょう。また明日もちょっと多分今のところのスケジュールだと明日もね、朝8時から自習室やりますので、お時間ある方はぜひね、遊びにじゃないね、一緒に頑張りに来てください。ではまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。